アイドリッシュセブン。まずはアニメ連動チケットオーディションからやっていこうか。今毎週日曜日、東京 MX とか BS11 とかアベマ TV とかでアニメ放映中のようでね、その放送のたびにこのチケットがもらえるらしくってね。俺一応ハードディスクに録画だけしてあってさ、実況が追いついたら見ようと思ってます。なので過度なネタバレしないでね。さあ金色に光ってほしいとこだけど、よし光りましたが、虹色はなかったね。虹色出れば UR なんだけど、今のとここの実況動画でそれはお見せできていない。 SSR だけでも見ておく。まあ総吾くん手に入って、 I7 メンバーとトリガーのメンツまでは俺に馴染みのあるキャラクターだから、知ってるキャラクターが来てくれただけありがたいと思いましょう。でまだこのセンタースキルとかアピールスキルとかあんまり意味分かってないんだけど、まあとりあえずストーリー進めていこうか。場面は第1部の第6章に向かうところなので、まずは第5章までのあらすじから振り返っておこう。トリガーのライブ後、会場の外で踊り始めたアイドリッシュセブン。これが誤解を生む形になるんだよね。その様子がライブ帰りの客に宣伝活動したと、そんなつもりなかったんだけど、八乙女事務所の反感を買うこととなり、謝罪のためヤマトと主人公は八乙女事務所に向かうことに。ヤマトさんはチームのリーダーね。でまあこの八乙女事務所が怒るのも無理ないというかね、まあ大金はたいてその会場を借りてってやってるわけだから、その外で無料で宣伝活動、結果的にまあそう思われてしまう行動を取ってしまったことっていうのは、まあ会場側からも怒られそうな感じもするし、巷では横取りシュセブンだなんてね、思われても仕方ないというか、これは俺が勝手に言ってるだけだけどね。まあそんなこともありました。でそこでテンと出会い、リクにはアイドルとして致命的な欠陥があると告げられる。テン君はリク君の双子のお兄さんね、トリガーメンバーで、ついに活動を再開したアイドリッシュセブン。まあいろいろ難があったものの、活動休止期間を経て復活しました。社長から新曲ジョーカーフラッグを受け取り、お披露目ライブに向けてレッスンに励む。前に進み出すアイドリッシュセブンだったが、リクは頻繁に息切れを起こすようになっていた。異変の原因にいち早く気づいたイオリがメンバーに話そうとするが、リクに秘密にしたいと懇願される。この話がね、このテン君が致命的な欠陥と言っていた件にもつながってくるんだけれども、呼吸器系の疾患がありそうっていう話だったんだよね。で、まあ、これは俺の解釈なんだけど、ジョーカーフラッグのジョーカーっていうのは、リク君のことを指しているのかなって思っていて、というのも、イオリ君がね、リク君のことを、アイドリッシュセブンの最大の武器であり、最大の爆弾であると言っていたので、ジョーカーっぽさあるかなと思ってるんだけど、どうなんだろうね。で迎えたお披露目ライブ当日、台風の影響で土砂降りに見舞われる。いやほんと一難去ってまた一難って感じ。そんな中、駅で足止めされている人たちに楽しんでもらおうとライブを決行することに。ずぶ濡れになりながらもステージに立つ姿は台風を伝えるニュース中継にも映し出された。まあこの辺マスコミ的にはね、早くお家に帰りなさいってやんなくちゃいけないから複雑なところもあるし、また誤解生んじゃうんじゃないかなっていうね、勝手な心配しちゃったけれども、しかし悪天候の中歌い続けたことによりリクが呼吸困難を起こしてしまう。いや心配、そっちの心配もあったって感じだったけどね。イオリは他のメンバーにリクが呼吸器系の病気を患っていることを明かす。まあ秘密が明かされるっていうことだよね。まあここをどう助け合っていくのかっていうのが注目な第6章に向かうわけです。もう一度、そしてどんな時もという話から始まっていくね。見ていこうか。さあどうなる？どんな時も。これは倒れて寮まで運ばれたってことかな。目が覚めた。おお、天君まで。天に、なんでここに。テレビで中継されたのを見ていたからね。リクを心配してきたんだよ。ダメじゃないか、無理をしちゃ。また長期入院になっちゃうよ。優しいモード、なんかツンデレ感すごいんだよな。厳しい言い方をするんだけど、それは愛情の裏返しみたいな、そんなキャラクターだよね。さあ横になって、今日は何が見たい？オズの魔法使い、真夏の夜の夢。
さすがに病人には優しいんだね。ベッドから出られないリクのために僕がファントムにも猫にもなってあげるよ。優しいモード。何が聞きたい？何が見たい？至れり尽くせりだね。天に、俺天にと同じものを目指してるんだ。今は俺も歌って踊れるんだ。うん、家族を捨てたっていう見方もあるんだけれども、まあ何か意図があるんだろうってリク君の中ではあって、これ天君と同じ目線を持てば見える世界があるんじゃないか、そう思ってアイドルになったのがリク君なんだよね。だからリクには無理だよ。きつい言い方。いや、ツンデレ。天に、なんなら順番的にはデレツン。そこで見て、そこで聞いていて。だってリクはそこから一生出られないでしょ。うん、なんだろう、心配すぎて過保護になっちゃってかえって逆効果にっていうパターンかな。待って、天に。待たないよ。連れて行ってもあげない。うん、天君は天君で背負うものがありそうだけどね。バイバイリク、僕はあの人と一緒に行く。まあ、あの人っていうのは名字が九条になってるから九条さんという方なんだろうね。やだ、待ってよ。どうして、どうして行くの。もう七瀬家の人間ではないと。行かないで。夢ってことね。まあ、天君はここまでは来なかったんだ。ニュース中継見ていたから来られなくはなかったと思うんだけど、ここ寮だからね。気がつきましたか？あ、そう、ヒロインの名前、高梨メアリー単純と名付けてプレイをしております。あ、マネージャー、ここは見慣れてるだろ。リクさんのお部屋です。昨夜のこと覚えてないですか？吸入器でも発作が収まらなくって救急外来に駆け込んで点滴を打って帰ってきたんです。本当にじゃあほとんど意識なかったんだね。ああ、そうか。ごめんなさい、迷惑かけ。吸入器ってことはもう持病バレてるんだって話だよね。もしかしてバレて。うん、隠すのも良くなかったと思うけどね。マネージャーとしても把握しておかないといけない事項だし。わ、無理に動かないで、まだ安静にしていてください。お、怒ってますか？持病があるって内緒にしてたこと。そりゃね、怒ってます。やめたくないんです。アイドリッシュセブンでいたい。もう絶対倒れたりしないから。反省ポイント、そこじゃないんだよな。まあなんだろう、一人でできることって限界があるからね。社会人スキル的なところもあるけど、一人で何でもやるレベルだと二流止まりになっちゃうからね。人一人が、まあ、一つの可能性だとしたら、人類80億人いるわけで、80億通りの可能性があるわけだからね。もっと周り頼ってもいいんじゃないのっていうところはあるよね。どうして言ってくれなかったんですか？で、その7人分の可能性っていうのを管理するのがメアリー単純ちゃんの複雑な役割。もしも分かっていたら何かフォローできたかもしれないのに。え？そうだよね。リクさんの病気のこと調べました。激しい運動やストレス、ハウスダスト、台風みたいな気圧の変化でも発作を誘発するんですね。これどうなんだろう、単なる喘息とかでもないのかな。事務所はきな粉の毛も一つも残さずピカピカに掃除します。それに無理のないレッスン、無理のないライブ構成を考えましょう。一緒に。きなこはあれ何なんだろう、ウサギなのかな、謎の動物って感じだけど、ペットね。やめろって言わないの。リクさんはアイドリッシュセブンに絶対必要な人です。リクさんがいないと困ります。センターだしメインボーカルだからね。バスケをしているリクさんを見た時に誰かを応援するって気持ち、マネージメントをしたいって気持ちが芽生えたんです。あのバスケのシーンも生きてくるんだね。最初はあの時これバスケアプリかなんて思っていたけど、リクさんが頑張る限り私はずっとずっと応援していきますよ。マネージャー。でも体調のことは
話してくださいね。緊急時に適切な対応に困ります。気づかなかった私も私ですけど、あ、ちゃんと自分の反省もしている。他に隠し事はありませんか？ないです。海は出し切ったかな。まあ、テンニートのご家族問題も話したし、体調のことも話したしね。わかりました。何かしてほしいことがあったら遠慮なく言ってください。大丈夫ですか？よかった。みんなに知られたらやめさせられると思ってた。うん、助け合って一つの成果を出していくっていうのがアイドリッシュセブンって感じだよね、きっとね。天兄の真似しようとするたびに俺には無理だって叱られてたから。うん、だから一人でできるんだぞっていうのを見せたかった気持ちもわかるけどね。九条さん、この前のセリフはそういう意味だったんですね。話がつながりました。天兄に会ったの？俺のことなんか言ってた？あんまりいいようには言ってなかったから難しいね。歯切れ悪いの分かりやすいぞ。甘えた覚悟でこちら側に足を踏み入れないでっていう感じで言ってました。真剣にやってる僕たちの迷惑だから。こっちも真剣にやってるんだけどね。ステージに立って大丈夫かなみたいなことをややシャープめにおっしゃってました。うまく濁したかな。天に心配してくれたのか。嫌われたわけじゃないのかな。まあ、心配はしてくれていたよね。言い方きつかったけど。そうですね。まあ、無責任に伝えるわけにもいかないし難しいね。マネージャーも心配かけて本当にごめんなさい。みんなにも謝らなくちゃ。うん、そうね。謝るポイントを間違えないように伝えないとね。心配するのも私の仕事です。これからは何でも話してください。困ってることや手に負えないこと、人に言えないようなことほど隠さないで私に相談してほしいです。まあ、それがこのマネージャーの役割だよね。どんな時でも私は味方ですから。ありがとう。うん、でもこういうトラブルを一つ一つ解決していくことでどんどん雨降って地固まる。まさに今回台風だったからそんな感じだけど、まあ、これが団結につながっていくんだろうね。いいえ、一緒に頑張っていきましょう。うん、いろいろ心配かけたけどこれからもよろしくお願いします。うん、これからもっていうのがね、ここにつながっていくと、まあ、どんな時もっていうタイトルだったけど、そういうことね。はい。うん、続いてたくさんの味方たち。みんな見てごらん、アイドリッシュセブンのことがネットで話題になってるよ。炎上かな。台風情報のついでって感じだけどね。衣装はびしょ濡れになったけどやってよかったね。衣装はダメになんなかったのかな。そしてリク君も復活したのかな。本当だ、動画もネットに上がってる。テレビ中継も来てたらしいな。これをきっかけに叩かれるんじゃないかって心配をしていたんだけど。マジで俺映った？あ、そうだ、テレビ出たいっていう話だったもんね。これも訳ありっぽいけど、一瞬だったみたいだからどうかな。アイドリッシュセブンという名前まで出ていたかどうかは。なんだ、カメラに気づいてたら俺たちで独占してやったのに。派手にやりすぎると叩かれたんじゃないかな。台風で電車止まってる中人集めるような行動するなっていうね。早くお家に帰りなさいって中継したかっただろうに、その邪魔をした感じもちょっとあったからね。僕たちのことをブログや SNS で宣伝してくれてる人がいるね。あの時にいたお客さんみたいだ。あ、この人たちが子さんになっていくわけね。 OL さんだって、楽しんでもらえてよかった。うん、ああ、お客さんとすごい一体感あった。電車動けって一心でめちゃくちゃ盛り上がって楽しかったな。うん、みんながポジティブな方向に向かったのは良かったね。エクサイティングでした。まるで私たちが台風を起こしてる気分で。これは若干不謹慎な感じもするけど。こうやって
少しずつ味方が増えていくのは嬉しいな。あー、ファンのことを味方っていうのいいね。マネージャー、ちょっと。何その不穏な空気、今度は何？え、ああ、はい、すいません皆さん、少し外しますね。これは二人っきりで何話してるんだろうって思っちゃうよね。なんかあの二人よく一緒にいなくなるよな。何話してるんだろう。プライベートな話？気になるの？嫉妬心かな？気になるんだな。でしょうね。ちょっと待ったの言い方を教えてやろうか。もう教えてるようなもん。そんなんじゃありません。どうしたんですか、いおりさん。風がこちらに向いています。え、風なんか吹いてないですけど。比喩でしょ。自流の風ですよ。マネージャー、ライブをしましょう。そうね、まあこういう形で目立ち始めてるからね。成長曲線って一気に伸びるからね。動くなら今です。借金をしてでも大きめの会場を抑えてください。それは社長の許可が下りるかどうか、あの張り付いた笑顔の奥がどんな表情してるか分かんないからね。野外ライブ？また？今度こそリベンジ。あのでっかい会場でまた9人だったらどうすんの？今度は満席になります。いまいち勢いが足りない。そうね、ここは自信持って言ってほしかったけど。満席です。心配はいりません。自流は自分たちで作るもの。まああとは流れに乗るっていうのも大事だしね。風が吹いているっていうのはそういうこと。前回のライブは大こげでしたが、一つメリットがありました。なんだと思います？なんだろうね、クイズが突然来たけど、まあ期待値がそんなに高くない状態っていうのがメリットなんじゃないかな。メリット？ビッグな会場でライブした実績です。私たちに輝かしいステータスつきました。9人相手でも？正解です。あ、正解なんだ。そうなのかな、なんかたくさんの人の目があるからそのステージって経験値になるような気もするんだけど、どうなんだろうね。ナギ、よくわかったな。まああとは一回使ったことのある会場っていうのはいろいろ使い勝手が分かったりっていうメリットはあると思うけどね。ステータス&グローリアス、私の家では最も大事にされています。あ、やっぱいいお家のご出身なんかな。私たちは有名ではないので、ありがたいことにライブ実績だけ残り、大苔の噂は広がってません。まあその9人がどっかにチクんなきゃね。イオリ君、大苔っていうたびマネージャーが胃を抑えてるんだけど。まああれは赤字だっただろうからね。社長のあの張り付いた笑顔もちょっと崩れただろうからね。大丈夫です。過去の失敗がずしんときただけで。大苔は大苔でしょう。3000人が入るところ9人しか入らなかったんですよ。なんならスタッフの方が多かったからね。パーセンテージで言えば目標達成率 0.3%。 わかりやすく表現すると大苔です。そんな何回も言わなくても。すいません、胃が。よせって、過ぎたことはもういいだろ。ステータスになったって言ったじゃん。まああとはなんだろうね、目標値がその意味では前回超えるっていうのは簡単にいきそうだからね。まあこれで8人だったらもう泣きたいけどね。そうですよ、だから次は3000人集まります。集まるかな。お兄さん心配だな。あのニュース中継だけだとね、そのブロガーの方がどんぐらい力を持ってるかっていうところはあるけど、インフルエンサーなんかな。これ以上社長のおかず減らしたら申し訳ないし。幕の内弁当を目指してるからね。年寄りは情けないですね。やったらいいじゃんか。やろうよ、やってみないと始まらないし。まあそうね、前に進んでいかないと。若者は迷いがないな。いや言うてね、22歳だからね。大和さんもこの中では最年長だけど、社会に出たら大卒新卒ぐらいだから。だってほら、最近お客さんの数も増えてきたような感じしませんか？おう、私声かけられました。アイドリッシュセブンのナギさんですか？おお、それはすごいね。
すげえ、芸能人みたい。それでどうしたの？芸能人ではあるでしょ、事務所に所属してるんだから。コーナーについてトークしていたらさて行かれましたそれを求めてやってきたわけじゃないからね。マジコナの話興味ないでしょ。そういえば俺も変な女子高生軍団につけられた。うん、玉木くんは現役高校生だからね、高校生からも注目されるでしょう。女子高生いいじゃんか。それでどうした？ JK からの評判は？パシャパシャ取られたから威嚇して散らした。いや、ファンサービスしろ。それこそ裏掲示板とかで叩かれるよ。カラスかお前はそんな簡単にあしらっていいのかって感じだけど、もっと心配した方がいい事項な気がする。あ、今のなんだろう、なんか言いたけだったけどね。リクさんとイオリさん2人のファンサイトもあるんですよ。本当？あ、照れくさいけど嬉しいな。どれが俺でどれがイオリの？同じサイトで同じ管理人さんです。お二人がコンビで好きなんだそうです。他のメンバーからは嫉妬されちゃうかもしれないけどね。なんで？ここが二人揃って、ま、真顔で聞かれてもその人に聞いてって感じだけど。熱心なファンがいると嬉しいよな。ヤマトさんはよくライブで手紙もらってるし。あ、そうなんだ。ミツは誰かがうちわ作ってくれてたよな。初めて見たときなかなか感動したぜ。あ、それぞれのファンが自分の得意な形で応援してくれてる感じだね。差し入れも増えてます。特に総合さんには週一で差出人不明の豪華な贈り物が。それ大丈夫なんですか？まあもらいすぎてもちょっと怖さはあるけどね。どうだろう、でもいただき物だから。まあ警戒する必要はあると思うけど。デモ CD も在庫がなくなって追加発注しています。 SNS のフォロワーも毎日増えてます。まあメジャーデビューはまだにしてもこういう CD は販売してるんだね。アイドリッシュセブンの風が吹いてますよ、受け売りの言葉。まるでその言葉を現実にしてくれたみたいに。事務所には次々と仕事の連絡が入ってきた。波来てるね。音楽ニュースサイトの取材が入りました。動画を見かけたそうでアイドリッシュセブンを記事にしてくださるみたいです。まあ今までその実力はあったけど露出する機会がなかったっていうところ、チャンス巡ってきたってことだよね。大手企業の社内のお祭りに来てくれないかって申し込みがありましたよ。いいね、こういう企業イベント羽振りいいからね。あの台風の日部長さんが見てくれてたみたいだ。ラッキーだな。他にもイベントの出演依頼が殺到しています。まあめっちゃ余談だけど、こういう感じのイベントの司会のお仕事とかやってるのが俺の仕事だったりするから、まあどのアイドルに合ってるとかね、どの芸能人に合ってるとかまでは言えないけどね。あの台風ライブで元気なグループって印象がついたおかげですね。それだけじゃありません。みんなのファンになってくれた人が SNS を通して広めてくれてるんです。アイドリッシュセブンはここにいるよって、こんないいグループだよって。すごいですね、俺たちが10人にも100人にも増えたみたいだ。なるほど、このヒロインというか高梨事務所の人たちにとっても味方っていうことね。魅力を伝えるためのもっと大きな声、それってこういうことだったんだ。みんなの魅力を知ってるのは最初は私たちしかいなかったけど、今はこんなにたくさんの人がアイドリッシュセブンは素敵だよって言ってくれてる。私たちにはこんなにたくさんの味方がいるんだ。届いた声、ファンになってくれた人が SNS を通して広めてくれてるんです。アイドリッシュセブンはここにいるよって、こんないいグループだよって。すごいですね、俺たちが10人にも100人にも増えたみたいだ。これぞ SNS 時代っていう感じもするよね。悪い方向に向かないといいなっていうのが個人的な願いだけどね。ちょっとしたことで期待を裏切っちゃったり、それが炎上につながったりとかね、怖さもあるけど、私たちにはこんなにたくさんの味方がいるんだ。
まあ今は味方でも明日の敵かもしんないからね。この辺は気をつけてやっていきたいけど。嬉しいな。やだ、泣けてきちゃった。はい、ハンカチ。いや、スッと出してくるよね、イケメン。万里さんもデビューさせたい。ありがとうございます。もっともっと広がっていきますよ。広げていきましょうよ。俺たちの真心を込めて、あの子たちの歌声をもっとずっとどこまでも遠くへ。思い返せばね、懐石弁当カッコ仮でスタートしていたわけだから、世界目指していたわけでしょ。そこまで行っちゃおうぜ。はい、ありがとうございます。アイドリッシュセブンでした。まあ結果このアイドリッシュセブンの方が、まあ各キャラクターに数字もついていて、こっちからすると覚えやすいけどね。野外決定おめでとう。絶対行くよ。ありがとう。本当に本当にみんなのおかげです。人気ついてきたね。ああ、超楽しかった。付き合ってくれてありがとう。どうしても見てほしくってさ。口コミが広がっていく。うん、こっちこそ誘ってくれてありがとう。次のライブも一緒に行かせてよ。マジで？わ、一緒に追っかけよ。野外行こうよ、野外。うん、CD も買ってこ。売り切れだって。この前はあったのに。やだな、予約日有給取ろうかな。だってさ、3000人しか入れないんだよ。見え方が変わってきてる。あと1分で野外ライブチケットの予約開始。よかった、ポップな BGM になってくれた。さっきまで不穏な BGM だったからさ、どうなることやらって感じだったけど。うん、緊張するね。完売しますように、完売しますように、完売しますように、呪われたように。マネージャーが怖い顔で念を送ってる。そりゃね、ビジネスとして成立しないとアイドリッシュセブンはね、成立しないわけだから。俺もすごい緊張してきた。緊張しいだからね。ダメだよ、君の病気にストレスは良くないんだから。確かにそれ悪循環だね。そういう、そうだって顔がこわばりまくってるぞ。逆にリーダーちょっと余裕たっぷりじゃない？のんびり構えてなさい。どんな結果でも君たちは最高だよ。社長の張り付いた笑顔、その奥でどう思ってるかわかんないけどね。よし、じゃあ今日中に完売したら焼肉をおごろう。あ、言ったな。焼肉、この焼肉いいお店だよね、きっとね。社長だもんね。いいんですか？鮭弁やとんかつ弁当を飛び越えていきなり焼肉で。幕の内弁当じゃないもんね。いいよ、ただし今日中に完売したらね。どうせ完売しないと思ってんじゃないの、高く食って。完売しました。大丈夫、これ表情崩れない？あ完売しないと思ってたんでしょう。開始3分で完売です。でもこのくらいの勢いがあれば今のうちくらいじゃない？ゆっくり焼肉食べていられるの。嘘、全然おごってもいいタイミングな気がする。イエーイ、コングラチュレーション、やりました。いいね、このポジティブな瞬間似合うね。バカ、喜ぶのは早い。見間違いとかじゃないんですか？サイトのエラーとか。ご度見しました。すげえ、前回はガラガラだったのに、ものの3分で完売だって。よかったなマネージャー。やっぱメディアの力、そして SNS の力ってすごいね。俺、机に突っ伏して何してるんだ？おい、寝てんの？万里さんのハンカチじゃ足りないんじゃないの？こら玉木、つつくなって。お、セクハラですよ。号泣してる。まったく、言ったじゃないですか、絶対に3000人埋まるって。いやでもこれ嬉しいでしょ。嬉しい予想外なところもあったでしょ。おめでとう君たち、本当によくやってくれた。一瞬濁ったけどね、この張り付いた笑顔もね、内心はきっと。でもこんだけ売れていれば、今のこの焼肉おごるくらいは大したことなくなるでしょう。先行投資。約束通り、今夜は焼肉でお祝いしよう。
焼肉パーティーだ。その夜みんなで焼肉を食べて、私たちは一緒にお祝いした。あ、この瞬間は見らんないんだね。見たかったけど、まるで夢を見てるみたいだった。たくさん笑ってたくさん話した。ライブはああしようこうしようってみんなのアイデアは尽きず、時間は過ぎていった。いや、いい方向に向かってよかったね。Are you happy? ここで幸せの確認。不穏な流れ？最近スコールが多いですね。新曲発表の日は大丈夫でしょうか？一難去ってまた一難。そういう季節ね。野外だときついな。あの規模じゃ機材も精密だろうし、それにリクの体調も、うん、全てが全て順調というわけじゃないあたりがリアルな感じがするよね。大丈夫です。ライブを完走するためにちゃんとお医者さんと相談してます。そう、これ重要だよね。相談できるスキルっていうのが社会人として求められるところ。いくら18歳とはいえね。リクさんの負担が軽くなるよう何度もリハーサルしてライブ構成を整えましょう。そう、リハが大事。投資のリハーサルお願いします。決まるまで毎日でも。準備が大事だからね、イベントって。毎日投資か、結構きついな。うん、でもそうやって体力つける意味もあるよね。ごめんみんな。オーライです。恋も人生もトライアンドエラー。恋の話今していたか。私たちのベスト見つけるまで手間暇惜しまずジタバタしましょう。ありがとうございます。私もリハーサルを見ながらステージプロデュースしていきますね。マネージャーも一緒に成長していかないとね。大変な知らせが入りました。それはいい方の知らせ。大神さん、何があったんですか。ローカルテレビ局のライブライブという音楽番組からの依頼です。お、メディア出演。今週のライブコーナーでアイドリッシュセブンの野外ライブを中継したいと。ローカルテレビ、それは出たいテレビではない。ライブ中継、ローカルだからって舐めないでもらいたいけど、これもサプテン地方局だからね。ローカル局だからね。ほんの5分程度だそうですが、アイドリッシュセブンの野外ライブテレビに映ります。いや、5分って結構な枠だと思うけど。ついにここに帰ってきた。人いっぱいいる。リクさん、体調はどうですか。そして青空だね。天気も大丈夫そう。薬も飲んでるし大丈夫だよ。調子いい。うん。12時から投資リハーサルですが、立ち位置の確認だけで全力は出さないでください。あ、じゃあこれ観客の絵あるけど、あくまでこれ参考かな。まだリハだから観客見えてないってことでいいのかな。どう捉えていいやら。わかった。スタミナ温存する。マネージャー、テレビ中継はいつ入る。あ、ローカル局でもいいんだね。よかった、差別されなくって。20時20分頃です。生放送番組なので多少前後します。ライブ紹介のコーナーになって。俺映りたい。ずっと言ってるもんね。映りますよ。目立つように得意のダンス頑張ってください。わかった。もしものために雨の対策はしているので、ある程度の雨量なら続行します。ステージで滑らないように気をつけて。放送事故になっちゃうからね。これフラグじゃないよね。3000人の前でこけたらかっこ悪いもんな。それもあるし、怪我しないでね。私からは以上です。何か質問はありますか。はいはい、なぎさん。マイガール、最も重要な質問。これタイトルのやつじゃないの。ん？ Are you happy? やっぱりそうだった。まあ、ナギ君のセリフなんだろうなとは思っていたけど。 Yes! Great! よっしゃ、気合い入れていくぞ。リーダーらしいとこどんどん出てきたね。あ！そろそろ時間。うん、さっき集まっていたのは、まあ、リハのスタッフたちっていう体だったんかな。今いるのは観客ってことでいいよね。超満員。あ、イントロ流れてきた。ねえ、あそこ。
7人のシルエット超かっこいい。うわー超感動。こんばんは。キャー、いやもうファンがついてる。アイドリッシュセブンです。みんな来てくれてありがとう。今夜は最後まで一緒に派手に踊って楽しんでいこうぜ。うん、天気も大丈夫そうだし盛り上がっていこうぜ。キャー、いやこれを待ってた。この瞬間ライブ開始を待っていたかのように空からはポツリポツリと雨が降り始めていた。あ、天気結局傾き始めちゃうんだね。みんなすごい。ステージも客席も熱気に溢れてる。あとはこの雨さえなければ、まあ熱気に雨くらいでちょうどよくなるんじゃないの。ポジティブに捉えて。止まなくてもいい。どうかこれ以上ひどくならないで。中止にさせないで。風が強くなってきましたね。風ほど強くはないけど雨でステージも滑りやすそうだ。どうか怪我だけはしないように。うん、タレントさんは商品だからね。それでは中継の準備に入ります。今のところ予定通りです。熱いライブですね。いい絵が撮れそうです。こういうカメラマン側の仕事もしたことあるんでね。いや、こういうライブとかダンスとかなかなかね難しいし、雨の中ってね機材にも気使わないといけないから撮影難しいんだよね。ありがとうございます。でリハとかもしっかり見ておかないと、その立ち位置も確認して撮ったりしてるからね。生放送は特に難しい。嫌な予感。キャー、これ中継もうまくいく。うお、音が消えた。どこかに落ちたんじゃないですか。うわ、停電しちゃったら中継もきつくなるし、なんならライブもきつくなっちゃうよね。7人は無事です。音響は回復しませんか。落雷の影響で音響機材がやられました。復旧にしばらく時間がかかります。あ、音が出ないなんて。あ、これは中継は無理だな。スタジオに連絡します。まあそうね、悪い部分を流しちゃっても、まあ結局マイナスに働くもんね。うん、最高の時間。この大ピンチからどう最高の時間に。みんなすごい。ステージも客席も熱気に溢れてる。あとはこの雨さえなければ。あ、ちょっと振り返る感じね。それでは中継の準備に入ります。今のところ予定通りです。熱いライブですね。いい絵が撮れそうです。ここまでは順調だった。ありがとうございます。でここで風向きが変わると、キャー、うわ、音が消えた。どこかに落ちたんじゃないですか。いや、この大ピンチから。7人は無事です。音響は回復しませんか。落雷の影響で音響機材がやられました。復旧にしばらく時間がかかります。音が出ないなんて。これは中継は無理だな。スタジオに連絡します。カメラ回してください。あ、でも絵になる。照明さん、玉木さんにスポット当ててください。音は聞こえなくてもあの子のダンスは届く。音が聞こえない。演出じゃないよね。まあ、この雷みんな聞こえただろうからね。何かトラブルがあったのかな。まあ、雷から察するところはあるでしょう。停電かなって。マイクに音が入ってない。大ピンチ。雷が落ちたのか。どうする。このまま続けるか。いや、でもこのピンチを乗り越えるっていうのは下積み時代がここまであったからだよね。眩しい。たまにライト。そうか、スピーカーがやられても客席からステージは見える。うん、まだ続いてるよってことね。了解。俺がつなぐ。いや、玉木くん、ほんと成長したね。お前ら、手拍子。ハンズアップ1、2、1、2、3。みんな起点が効く。え？え？玉木くんが
踊り出した。すごい、玉木超かっこいい。手拍子、手拍子で盛り上げてこ。ワンツー、ワンツースリー、ワンツー、ワンツースリー、ワンツー、ワンツースリー。盛り上がってきました。音響復旧できそうです。すぐに行きますか？待ってください。さっき途切れたところから行きます。スポットをソーグさんに切り替えて。次のメロディーはソーグさんのソロから始まります。みんなはこれで気づくはず。了解です。うん、続きなんだぞって、まあ、カンペ出さなくてもわかるってことね。いい絵だ、いい絵が撮れてますよ。これカメラマンテンション上がるやつだよね。この瞬間しか撮れない絵撮れるときテンション上がるからね。ライトが大阪さんに。立ち位置に戻って、大阪さんのソロから音が戻ります。お察しがいい。オッケー、玉木くん、お疲れ。そうちゃん頼んだ。いや、みんなが一つになってるね。助け合う流れになってる。3、2、1。ソーゴさんがマイクを構える。同時に途切れたメロディーが流れ出した。その瞬間、客席は爆発的な熱狂に包まれた。キャー、音が漏れた。うん、トラブルだったってのはもうみんな察していたし、それを乗り越える姿ってのも目撃したっていうのがね、後々も語られていくやつ。子さん同士でかっこいい。何これ、演出だったの？歌うタイミング完璧だったよね。そう思うくらいのクオリティだったんだね。ソーゴさんかっこいい。アイドリッシュセブン最高。キャー。はあ、よかった、なんとかうまくいった。最高の時間につながっていくわけね。雷も鳴り止みました。雨足も弱まってきましたし、このまま最後までいけそうです。うん、ゲリラ豪雨的な感じだったんだね。いやー、よかった、僕もファンになりましたよ、アイドリッシュセブン。あの子たちはすごい。これは大きな反響が来ますよ。ありがとうございます。みんな、たくさんの歓声と拍手がみんなを包んでいる。みんなにも見えているよね、最高の景色が。いや、9人だったところを見てるからね。しかも同じ会場だから、この景色の変化も分かりやすいでしょう。初めて味わう大成功の拍手と喝采、かけがえのない栄光の時間を。というわけで第6章もう一度をお届けいたしましたが、いかがでしたか？かつてはこの9人しか集められなかったライブ会場で、で少し前にはここね、りくくんが無理をしてしまった雨の環境下で、大規模会場と大雨、2つのリベンジを果たした感じがあったよね。それもメンバー一人一人がカバーし合う形でね。機材トラブルってイベントでありがちなんだけどさ、こういう時起点の効いた動きができるのはリハーサルを積み重ねた賜物なんだよね。準備が万全だったからこそ、まあ、もちろんね、準備通りのことができなかった悔しさも残るけど、それ以上のいい仕事をしたなーっていう気持ちが残るはずだから、やっぱり最高の時間になっているんじゃないかと思います。いやー、それにしてもこうやってピンチをチャンスに変えていく、この連続がアイドリッシュセブンのストーリーの魅力なんだなーっていうのが伝わってきたよね。そんな様子を引き続き男性目線で彼の気持ちを紐解く乙女ゲーム実況者としてやらせていただきます。お気に召した方は高評価とチャンネル登録いただけると嬉しいです。いつもご覧くださっている方やコメントをくださっている方々もありがとうございました。また次回もお待ちしております。